はい、どうも BLS パサカやっていきたいと思います。ハイハンツアップ迎撃高校でゴールキーパー作っていきたいと思います。デッキの方は助川、本間、須藤、そして、機械、守屋、そしてダークネス、この6人でやっていきたいと思います。はい、そしてバッチの方は偉大なる惑星、こちらを持ち込んでやっていきましょう。はい、アイテムの方はパードルと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていくんですけども、まあ、今回は、掛け打ちさん抜きと、させていただきます。まあ、そちらの方がハマるとは思いますね。経験点的には、掛け打ちさんいた方が楽なんですけども、まあ、実際、金徳はね、やっぱゴールキーパー金徳は違うなと思いまして、この編成で行かせていただきます。はい、そして、このデッキですね、精神かなり使うんですよ。凍傷を特に使うようになってるんで、ちょっと精神はどうにかして集めていかないといけないなと。まあ、メンタルタックくればもうできるだけ踏んでいきたいなと思っております。まあ、しっかりとやっていきましょう。はい、序盤何踏もう、何からいこうかな。まあ、とりあえずこれでボールもらいながらいきますか。はい、ディフェンスいきたいと思います。はい、で、助川、守屋、特に守屋ちゃんですね。守屋ちゃんの評価をささっと上げて、告白じゃない、タック呼んでいきたいんでね、その辺はしっかりと呼んでいきましょう。はい、そしてテクニックに固まってくれましたね。これはもうテクニック一択です。テクニック一択で行かせていただきますが、はい、テクニックで行くけど、これか。ワンチャンヒゴくんでボールくれんだよな。いっか。押し出しとこう。はい、押し出しときます。で、ボーナスもらっときます。はい、OK ですね。で、肥後、ワンチャンボールくれ。ワンチャンボールくれ。はい、残念。9なんだよな。9。で、この次、とりあえず1体は倒していきたいので、1体は倒していくと思うと、縦列で倒していくしかないんですよ。で、ディフェンス。これはな。いや、これは、コツもらっとくか。コツでいきたいですね、コツ。コツでボム出しておきます。はい。いいです。はい。12。はい。で、攻撃力上げてきますね。で、次からバン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 倒していきたいと思います。ザコーン倒せるんで。で、とりあえず、守屋ちゃんね。守屋ちゃん踏みたいな。守屋ちゃん踏みたい。で、どこからいきますかと。違う。あ、守屋いいですね。これボムで倒せるから、メンタルいっておきましょうか。はい、メンタルいっておきたいと思いますが、ちょっと能力の方を振っていきたいと思いますね。回復コツを押さえときます。で、ハードワークも押さえとこうか。で、この辺も押さえといて、はい、ディフェンス上げていきます。ディフェンステック上げていこう、とりあえず。とりあえずディフェンステック。ディフェンステック上げて、スタミナはちょっと同分待ちかな。はい、で、これでいきたいと思います。いきましょう。メンタル。で、これで、全部殲滅できますね。OK です。で、ボール欲しいな。ウォーターボール。ウォーター、まあ、いいでしょう、ウォーター。いや、また、微妙な脇だな。こうなってくると、一発で殲滅できないんですよ。黄色いやつは横ラインで倒せないから、スピードかメンタル踏めば、一体は倒せるけど、とりあえずメンタルいって、一人残していくか。そうですね、これメンタルいってしまいます。いきましょう。で、守屋ちゃんがこれで評価上がりきっておりますので、まあ、タックくるようになりますね。はい、42。まあまあまあ。で、これは攻撃力上げとこう。ボーナス上げときたいけど、まあとりあえず攻撃力上げます。うん、ボーナスでも良かったかもしれない。はい、で、次のターンはスピードかな。とりあえずスピードかなと思うんですけど、あ、こっちでいいや。コツ踏みますんで、須藤ちゃんあれくれますね。ボムが来ますね。はい。はい、で、精神は余したくない。精神余したくない。じゃあ、スタミナとりあえず60までしておきます。とりあえずね、この辺は取っとくから、まあ、こんなもんでいってしまいますか。はい、では、ディフェンスいきます。はい、ボムちょうだい。で、これで50にはいかない。47ね。で、次のターンで60いきたいですね。次のターンで60いかせていただきたい。なんか微妙なところにボム湧いたな。微妙なところにボム湧いたな。メンタルテクニックのキャラクターが来てくれれば、まあ、2列倒せる。
メンタルテック。ああ、そうか。そうなるとこれきついんだよな。でも倒すならザコーン3体倒した方が多分いいんだよね。はい、ではスピードいってしまいましょうか。スピードいきたいと思います。はい、いきましょう。はい。62、いいでしょう。で、次殲滅していこうね。次殲滅。殲滅はとりあえず行こう。で、ウィンド。ウィンドか。ちょっとウィンド置いときたい感じはするな。ウォーター。まあ、ちょっとウィンド行きます。ボーナス。殲滅するならばウィンドの方がいいからね。いやー、なんかまた微妙なところに湧いたな。とりあえず黄色いやつがどこで倒せるか。フィジカルスピードあたりで倒せると、いいけど。はい、観察する。はい、で、フィジカル。いやー、倒せない。あ、ディフェンスでいいですね。ディフェンス行ってしまいましょうか。はい、ディフェンスで倒していきます。で、ボールももらえる。ボールももらえます。ファイアボール以外だらラッキーだな。で、スタミナどうするか。投手を抑えてしまうか。まあ、コツは来るとしてもね。正直、コツは来るとしても、このランクアップ金属になった時にはコツは微妙なんで。はい、来ないので。はい、ではこれ、ディフェンスいきます。はい、これで倒していきます。OK です。で、何ボールくれる？ライトニングやったらちょっと嬉しいんだけどな。まあ、ライト、どうだろう。はい、ウィンド。はい。はい、殲滅リカバリー。で、ここでどう倒していくか。スピード、モリアのとこだな。モリア。オフェンスか。うん。とりあえずモリアで倒せますね。はい、ではこれで倒していきますが、いきますか。これはさすがに、さすがに100にはいかないよね。はい。ちょっと計算はしてませんが。95。はい。よろしい。はい、これでセクイチ終了でございます。で、モリア何くれる？ウィンド。ウィンドばっかだな。はい。殲滅させたいけど微妙なところでございます。で、スケガ君。スケガ君の金属はね、体力消費しないのでありがたいですね。13,562 ということで、セクにやっていきましょう。ちょっとタック踏めてるのは痛いよね。タックが全く踏めてません。これフィジカルでウィンドウ使っていきましょう。はい、これで全部倒していきますね。で、ディフェンス行って、はい、ちょっとパワー振っとくか。はい、で、これで行ってしまいましょう。フィジカル。で、殲滅しつつ、はい、OK です。殲滅しつつ、はい。で、100になりましたね。ウォーターボール。ウォーターボール。ボーナス、とりあえずボーナスね。はい、OK。不屈の要塞来ました。なんかまた微妙なラインで湧いてますね。微妙なラインで湧いてますね。さあ、どうしよう。さあ、ダークネス。残り1回ね。で、テク。まあ、やるならウォーターありだけど、1体残るのか。1体残るのか。1体残る。じゃあ、もうこれはもうとりあえずテクですね。ウォーター、いっちゃいましょう。まあ、残ってもしょうがない。そればっかりは仕方ない。でもって、凍傷を抑えてしまうか、不屈の要塞上げていくか。まあ、凍傷を抑えておくか。で、ちょっとテク振りすぎ。はい、パワー振ってきます。でも、ここで、あれだよね。待ってね。ワンタッチで潰しておきます。技術結構もらえるんで。はい、ではテクニックいってしまいましょう。で、3人 EX ゾーンでボーナスもらえますね。OK です。はい、137。で、次のターンには殲滅はしたいので、うまいこと湧いてほしい。はい、ファイアーボール。ファイアーボールか。まあまあまあ。で、これはフィジカルダック、ダックネス。来ない。うん。あ、でもこれメンタル来てるな。これもう絶対メンタルです。うん。メンタル行きましょう。はい、倒して141か。で、次のターンで、さすがにボス湧くかなって感じ。137か。ごめんなさい。ボーナス、計算しなかった。で、ウィンドボール。ちょっとファイアボール置いときます。そろそろボスなんで。で、これ紫倒せないんだよな。紫倒せないんだよね。紫倒せないんだよね。殲滅はこれ絶対無理だな。殲滅は無理です。無理ですが。そうだな。そうだな。黄色。赤。
か。まあこれ言っとくか。メンタルいってきますか。精神もらいたいしね。メンタルいってきたいと思います。で精神使っておきましょう。絶対刺繍でこんな感じでよろしいか。はい、これでいきましょう。メンタルダックいきたいと思います。でこれって150いくよね。はい、いったね。 OK。で、ボス倒していきます。ボスは2ターンで倒していきましょう。まあ、サンダーボールでもありだけどね。はい、2ターンで倒していきまーす。とりあえず2ターンで倒していきまーす。で、次はメンタルタックで倒したいな、あいつらはね。メンタル、ディフェンスのキャラも来ないといけないけど。はい、これ下が体力回復ですが、下の体力回復いらないんで。はい、そしてここはもう普通にスピードいっちゃうか。はい、スピードでファイアボールぶつけておきます。ファイアボールぶつけておきましょう。で次のターンで倒していきましょう。どうしようかな。絶対一周。はい、でこんな感じで振っていきます。スピードいきましょう。はい、残り3ですね。 OK です。ファイヤーボール、ウィンドボール、いいでしょう。ウィンドボールか。ウィンドボール使ってってもいいな。で、ディフェンスで倒すか。まあでもこれ倒れるもんね。じゃあ使わず行くか。使わず行きましょうか。はい、では、これでいきたいと思います。ディフェンス行ってしまいまーしょ。ウォーターボールがあればね、使いたかったんですよ。ウォーターボールがあれば、一番奥で EX ラインに倒したかったのはあるけど、まあしょうがない。それは仕方ない。いないからね。ないから。はい、でこれ何で倒していく。なあ、ディフェンスになるか。まあしょうがねえな。これはディフェンスで倒すしかないですね。うん、スケガしかオフェンス策いないし、ここですね。はい、でドリンクは飲んでいかないとちょっと辛い。いや、いいか。怪我やだし。はい、ではこれでいきましょう。ディフェンスいきまーす。はい、OK です。はい、201。これなんか、キルバン取ればね、なんかいいことあるっていうのを聞いたんですけど、どうなんでしょう。はい、で、ファイアボール。キルバン取れば、なんか脇が良くなるとか、なんかそんなこと聞いた。いまいち分かってないけど。で、これ微妙だな。両者倒せないのか。両者倒せないのは痛いね。いやそうだな。あ、これ倒せんじゃん。はい、ウォーターボール。ウィンドボールか。ウィンドボールで倒していきます。はい、ではディフェンスいっちゃいましょう。まあ、コツがあるし、ちょうどいいね、ここ。はい、ディフェンスいってきます。で、スピードも上げておきましょう。はい、ではこれディフェンスいきまーす。OK です。しかもこれ、ボスまでいった？いや、ごめんなさい。210か。210だから。あ、209。209か。効かなかったか。レベルアップしなかったですね。まあまあまあ、体力はまだ持ってるんで、いいでしょう。ボスは次300なんだよな。で、まあ、脇は悪くない。脇は悪くはない。なるほどな。脇は悪くない。ザコーンが少ないから悪くない。で、どこで倒せるかっていう問題がありますが、ちょっとメンタル踏みたいんだけどな。踏みたいんだけど、なんとも言えないな。なんとも言えないな。メンタルでいっちゃうか。なんか倒す、微妙な倒し方なんだよな、これも。そう、微妙。ウィンドボール行けばダメだな。ウォーターボールで4体でしょ。これ3、4体か。フィジカルでも4体。メンタルでは3体。フィジカルいこうかな。フィジカルだな。フィジカルでボール使わずか、オフェンスか。いや、これはもう。フィジカルいきます。はい、フィジカルいってしまいましょう。次のラインは、まあ、1ラインでいけるんで。で、ここで、一応能力を上げときたいですね。能力を上げときたい。はい、千里眼。では、これでいってしまいましょう。はい、フィジカルいきまーす。はい、OK です。で、レベルアップです。
229。このセクションで300はいこうね。できればあと2ターンぐらいで300いきたいとこだけど、難しいんだよな。はい、で、攻撃力上げておきましょう。ザコーンの、上の紫が来たら終わる。来なかった。はい、で、ダークネスね。で、テクニックで倒せんだよね。ディフェンスのキャラでもいい。でも技術ってどうよ。テクニック、あと5でしょ。まあ、あとあと多分この辺で結構テクニックは使っていくのはいくんですけど、そんななんだよな。それであれば精神少しでも稼ぎたいから、こっちの方がいい感じはする。ね。はい。ではディフェンス行ってあげましょう。はい。ディフェンス行きます。行きましょう。コツがね、これテクニックとか来てたら、まあまあまあちょっと悩んだりもしたけど、これはこっちでいいですね。まあ、筋力精神結構使うから、もらっときたいんですよ、少しでも。はい。で、なあ、わあ、そんな良くないな、脇がね。脇が悪。良くない。で、どうするか。あ、これでいいですね。メンタルいきましょう。うん、いい。精神稼げるのはありがたい。で、一ターンで殲滅できるのはありがたいです。いきましょう。で、どうすか？はい、これでいっちゃいますね。はい、メンタルいってしまいましょう。あ、ウォーターボール使えよかったかな。まあ、少しだけですが。はい、OK です。さあ。さあさあさあ。ウィンド、ウィンド。ブロンズいらん。ブロンズいたら殲滅できない。あれ、ブロンズ嫌なんだよな。そうなんだよな。微妙なんだよな、これ。紫縦ラインしたとて、これ、どの道倒せないんだよ。そうなんだよな。これも倒せない。紫倒せない。それであればオフェンスかな。オフェンスでもいっときますか。はい。オフェンスいっときたいと思います。あ、でもこれ、次のターンブロンズ。微妙だな。まあ倒しちゃうか。シルバーで倒してもそんなポイントないし。いや。はい。確実に次殲滅したいんでね。はい、ウォーターボール。ボーナス。調子はもらってきますね。はい、どうしようかな。さあ、しっかり倒せるかな。ダークネス機械。ダークネス機械がいてくれればフィジカルのラインやるし、ディフェンスのラインだからね。はい、セクションクリア。33,262 ということで、セク3やっていきましょう。で、これはサッカーが上手くなりたいでいきたいと思います。はい、で、ここで、どこ行ける？あ、メンタル。あ、これメンタルでいいです。メンタル。精神稼ぎましょう。しっかりと精神。しっかりと精神は稼がないといけないからね。はい、稼いでおきます。とりあえずこれでいいかな。アイデアメンタル行ってしまいましょう。で、全員倒れるね。で、これ、スコアは300いくよね。あ、いかない。ごめんなさい。いかなかったですね。ボスが一旦遅い。サンダーボール。まあ、サンダーボールもらっておきましょう。で、殲滅はやりづらいな。殲滅はすごいやりづらいな。どうしよっか。ディフェンスでもいい、テクでもいい。テク。微妙だな、これな。やるならこれやっちゃいたい。やるならこれやっちゃいたい。いっちゃいますか。いっちゃいましょうか。で、敏捷。はい、これでいきたいと思います。テクニックいってしまいます。で、これで倒せはするんだよね。はい。OK。いいでしょう。で、これでボスです。ボスです。で、どのみち1ターンで、2ターンで倒せないんだよな、今回。ここキャラクターが2体いればね、安定して倒せるんですけど、2体いればワンチャン倒せる。
まあ、とりあえずここ行くか。はい、フィジカル行きたいと思います。行きましょう。コツ踏んでるから縦には並ぶ。でここでファイヤーボール踏めれば勝てる。あ、ウォーターボール、残念。残念でした。残念でしたというところで、ここじゃあドリンク飲まなくちゃいけないんだな。ドリンク飲まないといけないんだな。そうなるとね、ドリンク飲もうか。はい、これでいきますが、いきますが、うん、こっちだね。はい、ではフィジカルいきます。で次のターン倒していきましょう。でできれば EX ラインで両方とも入ってくれると嬉しいんだけど、どう分かれる。あ、悪くない。でスピードで倒せる。まあスピードじゃなくても倒せるのか、まあ、ダメージ与えれれば倒せる。まあちょっと遅れてるんで、ここでしっかりともらえるのはありがたい。ディフェンスでいくか。メンタル、ウォーター使えばメンタルでもいける。ウォーター使えばメンタルでもいける。でもそれを使うとボーナスがちょっと乗らないから、これはフィジカルでいきますか。フィジカルでいっちゃいます。ディフェンス、まあフィジカルでいきます。いきます、フィジカル。うん、まあいいや。開いちゃいましょう。開いて倒していく。で380ですね。悪くない。はい、で次どこ行きますかと、次どこ行きますかというところで、うん、まあどの道殲滅できないんだよ、どの道殲滅できないんだよ。であればここ行っとくか。ここで小物をもらいつつ、これで行きます。フィジカル行きます。でボム沸かせつつって感じかな。でインテリジェンス、はい、では行きましょう。フィジカル、はい。でゴールドボール2個になりますね。とりあえずゴールドボール2個にはなるから、どう倒すかです。ウォーターをしつつ行きたいけど、ウォーターをしつつメンタルタックとか来てくれると嬉しいんだけど、特訓したいんだ。来ないか、ダメだな。そうだね、そうだね、そうだね。こっち行っとくか。スピード行っときますか。ね、スピード行っときますね。ウォーター使っときます。少しでももらいましょう。どうしようかな。イリュージョンパス。はい、ではスピード行きます。はい、少しでも。で、ボール2個欲しいな。ボール2個欲しいな、ボール。何くれる？森屋さん。できればウォーターボール。ファイヤーボール、ファイヤーボールか。微妙だね。倒していけるといいけどね、こいつら全員ね。森屋さんがうまいこと、メンタルタックに来てくれた。あー、でもテクニック、いなかった。テクニックはいなかった。それならばこっちで倒したいな。倒してしまいたいよね。で、矢部坂くん、ワンチャンくれないかな、ボール。ボール欲しいな。矢部坂くん、ボール欲しいな。はい、ではこれでいきたいと思います。ディフェンスいきましょう。はい、殲滅していきます。で、ここでレベルアップするよね。するする。で、矢部坂来い。矢部坂来い。はい、残念でした。で、ボーナスもらっておきます。で、まあ、横ラインならば倒せるから、フィジカルあたりで倒したいところではある。フィジカルあたりで倒したいところはある。1個届かんのか。あ、でもこれならば殲滅できる。テクいくか。ちょっとね、技術が余りそうな感じがしておりますが、まあ、それはやむなしってとこで、はい。ではこれテクニックいきたいと思います。いきましょう。倒していく、全員倒していく。でひごくん、ワンチャン、ワンチャンくれない、ワンチャンくれない。ひごくん、ワンチャンくれない。はい、残念で、これうまいこと倒していきたい。
メンタル来ない。まあ悪くはない。フィジカルで倒せるね。フィジカルで殲滅できるからフィジカル行ってしまいましょうか。で、ここでおそらくレベルアップしてしまいます。レベルアップしてしまいます。なのでちょっと能力を振っとかないといけないですね。はい、ではフィジカル行ってしまいましょう。はい、 OK ですね。するよね、レベルアップね。はい、550。はい、激アタック、ウィンドボール、まあまあまあよろしいか。はい、テクニックライン、テクニックラインか、なんとも言えんの。はい、でどこ行きますかと。うわー、ここで誰もいない。これね、ウィンドボールしたとてね、ウィンドボールしたとてね、これはメンタルいきます。これはさすがに精神欲しいんで、精神大量に欲しいんで、これメンタルいきます。まあ、技術もいいけどね、技術もいいけど。はい、ではメンタルいきます。ここは経験点稼いでいきます。いきましょう。はい、まあ、次オフェンスにモリアちゃんが来てくれると嬉しいかな。まあでもモリア、メンタルでもいいよ。最悪メンタルモリアだな。てか守護神って誰か持ってたっけ。金徳終わってるよね。金徳終わらないのが一番怖いんだよな。そこモリア、そこかシルバーだけ残ってしまうのか。まあそれは仕方ない。でこれウォーター使っちゃいますか。ウォーター使って少しでもボーナスもらいましょう。で筋力は結構もらってますんで、パワー振っときます。で、精神どうしますかと。無失点、ちょっとねスタミナは残します。それ以外のものを振ってからスタミナ振りたいと思いますんで、これでいきます。アイデアフィジカル行ってしまいましょう。一体だけ残るっていう感じでいいよね。はい、一体残り、ゴールドが残ります。まあそれはやむなしでしょう。ウィンドボール。はい、で次はフィジカルタックでいけるから、機械ちゃんか。あ、5512、ちょっと経験点出てない感じがするな。機械ちゃんかダクネス、機械ちゃんかダクネス。スピードにいんのか。スピードにいますね多分これ。そうだね、スピードだね。これはもういっちゃうしかないんだな。まあこのままいっちゃいましょう。はい、ではスピード。てか全然キャラいないね。まあしょうがないか。で、これでレベルアップしなさそうだな。で、バリケードを取っといて。はい、ではこれでいきます。スピードいきましょう。あ、でもゴールドボールいるのか、ワンチャン。あ、でも無理だな。はい、646。はい、まあまあまあいい感じの脇はしてる。じゃあメンタルいなかった。じゃあディフェンスで、いやー微妙、すごい微妙。あ、一応これで殲滅はできるのか。殲滅はできる。殲滅しよっか、メンタルでね。で、レベルアップします。レベルアップしますんで、ちょっと特能を取っておきましょう。特能を取っておきましょう。はい、とりあえずこれでいいかな。いっときましょうか。はい、ではこれでメンタルいってしまいます。で殲滅ですね。でレベルアップしていきます。レベルアップさせていきましょう。はい、 OK です。はい、684、いいでしょう。で特殊級、あと1個特殊級もらいたいからね。でスピーテクフィジカル、タックがない、タックがない。どうしよっか、どうしよっか。これで倒すか。これで残り2体にはできる。でモリアちゃんのボールがもらえる。まあオフェンスですね。オフェンスいっときましょう。はい、いっちゃいます。ちょっとタックがね恵まれてない。今回タックが恵まれてないのはちょっと辛いけど。で次はフィジカルのキャラクター踏みたいよ。フィジカルのキャラクター踏みたい。フィジカルのキャラクターを踏みたい。踏めれば、どうだろう。ダックネス機械。
メンタルに来ない。で、モリアちゃんもメンタルに来ない。来ない。モリアそこか。モリアそこか。まあ、ここですね。スピード行きましょう。まあでもここでもいいのか。ここで技術。これでいっちゃうか。サンダーで全部倒すか。サンダー。まあ、精神でもいいけど、精神の方が多分必要なんですよ。技術はね、この後そんなに必要じゃないから、サンダー残してもしょうがないと思ってるんですよね。どっちかといえば、ウィンド残してあげる方がいいかな。なので、技術使っていきます。技術。はい、これでいきましょう。ではテクニックいってしまいます。いきましょう。で、レベルアップするかな。しないね。ここではしないか。次のターンでするかなって感じか。はい、これで OK でございます。OK です。はい。はい、いいでしょう。でもってどう倒していく？いやー、殲滅したい。殲滅したいけど、どう倒していく？あー、2体残んのか。2体残るな。でもこれはもう仕方ない。メンタルいきましょう。これはもうメンタルでいいです。精神稼いでいきます。で、でもこれやったとて、おそらく、倒せないんですよ。これやったとて、紫が縦のライン入っても3しかダメージ与えれないから、これは倒せない。じゃあこれはもうこのまま踏みます。もうボール使わず踏みます。で、少しでも精神を使っておきたい。精神を使っておきたい。そうだね。ちょっとディフェンスタック踏まないと、全然ディフェンスパワーが上げきれてない。てか、イベント終わってる？なんか終わってない感じがすごいするんだけど、ちょっと怖いです。はい、ではこれメンタル踏んでいきます。行きましょう。イベント終わってる？マジで。怖いなぁ。レベルアップすんのかな？ファイアボール、いいでしょう。あ、レベルアップしなかった。しなかったか。はい。で、15度。まあ、確実にレベルアップはするんだろうけど、これで殲滅するか。まあ、ディフェンスでもいいんだけどね。まあ、これはメンタルで殲滅していきますが、ちょっと能力触れるかなんだよ。メンタルいったとて。そうなんだよ。精神が今触れない可能性が高いんだよな。これは最悪スタミナ振りはなんとか精神はなるけど。そうだね。はい、こんな感じでいっちゃいましょうか。はい、これでいきたいと思います。メンタルいってしまいましょう。で、殲滅でレベルアップって感じでいいですね。はい、OK でしょう。はい、いいですね。倒していきます。で、次からボスです。サンダーか。サンダーいらない。はい、特殊級。はい、ではサクッとピンちゃん行ってしまいましょう。ね。行きますね。はい、行きます。はい、無事終わりましたということで、さあ、ボス倒していこう。さあ、ボス倒していこうということで、まあ、とりあえずこれはもうここでいいかな。うん。で、ファイアボール当てちゃおう。はい、ではこれ、スピードいきたいと思います。いきましょう。ちょっと敏捷がね、できるだけスピード踏まないでおこうと思ったら全然足んなかった。はい。で、ファイアボール2個。で、ワンチャンこれクリティカルで2発で、1発で倒せます。あ、終わっていく機械 OK。で、進化ももらえますね。はい、OK。いいですね。で、難攻不落、心眼ね。で、この辺も取っといて。難攻不落いけっかな。こうなると技術。はい、スピードで倒せます。雲男もらうか。はい、これで行ってしまいますね。はい、これで倒れます。OK ですが、ちょっと、これは使っとこう。はい、では行きまーす。はい、スピード行ってしまいましょう。ディフェンスタックを連チャンで踏みたい。ディフェンスタックを連チャンで踏まないと、うん、ちょっと経験点が足らん。
ディフェンス上げれてない。はい、バッキーマン倒していく。はい、熊本超反応。そうだな、これはもうディフェンスだろうな、さすがにな。パワーも足りてないけど、足りてないけど、抽選者ディフェンスいきます。はい、ではディフェンスいきましょう。で、オフェンスタックもワンチャン踏みたい。テクニックオフェン、あ、ダークネス終わっていく。いや、こんな後ろにね、終わっちゃうとちょっとしんどいんだよな。アームキャノン、騎士、テク、まあこれもテクしかないですね。さすがにこの辺踏むわけにはいかないから、テクニックダックいきましょう。で、ドリンクがちょっとしんどい。いけっか、いけっかな。ちょっと苦しいんだよな。はい、ではテクニックいきます。いきましょう。体力の回復量は多い。で、ディフェンス、あ、これはディフェンスです。で、これワンチャンドリンク飲んだら少しは増えるのか。はい、で、これはどうします。敏捷振らないといけないですよね。で、アームキャノンも振らないといけないんですけど、ちょっとスピード振りますね。はい、ではこれでいってしまいましょう。ディフェンスタックいきます。はい、で、ここで体力回復は大量にある。 OKOK で、ディフェンスいいね。レンチャンでディフェンス来てくれるの助かります。ほんと助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、アームキャノン1振っときます。はい、ではもう一丁ディフェンスいきます。で、次はね、どうだろう。ディフェンスは振り切るけど筋力が欲しいところ。あ、ディフェンスナイス。 OK で、とりあえずディフェンス振り切る。振り切ってフィジモン行ってもいいけど、難攻不落ちょっと終わらしとこうか。技術欲しいけどな、技術欲しいけど技術いってると他が足んなくなるから、これはいいですね。はい、ではディフェンスいきます。はい、行きましょう。ここに来てすごいやっぱ経験点が増えてきます。ありがたいですね。で、サクッとピンチャン行ってしまいますが、パワー振っとく。ま、どうしよう、振るか、パワー振るか。そうだね。で、スピードも振っとかないといけないですね。はい、次もディフェンスタックなのか、技術がせがないといけない感じがするからな。どっちかでオフェンスタックが踏みたいなっていうのはあるけど、どうだろうな。はい、これでいってしまいましょう。待って、これやっぱフィジモン取っときたい。意外と精神余るのか。そうだね、意外と精神余りますね。では行きましょう。はい、終わりました。 3-0 でございます。ということで、はい、残り1ターン、残り1ターン。次ディフェンス、ディフェンス、いやー来ねえか。ディフェンスに来ないか。でもこれ敏捷も欲しいんだよな。で、敏捷も欲しいけど結局筋力なんだよ。筋力、パワー振るのが先決だ。フィジカルいきます。はい、フィジカルいってしまいましょう。精神が余ったね、余ったね。ではパワー振ります。 PUS 見えましたね。なんとかいけそうだ。はい、とりあえずこんな感じで行ってしまいますね。はい、無事終わりました。 1-0 でございます。ということで、はい、これで終わりですね。うん、とりあえずちょっと精神余ってしまいましたが、まあ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 稼げましたね、という感じでございます。さあ、どれぐらいいっただろう。 PUS 星1つくかつかないかぐらいかなって感じですね。経験点はね、ちょっと少なかったと思います。82,503。では振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ予想通り PUS 星1でした。まだね、アームキャノンが1に触れないのと、パワーがあと2とかで、スピードも触れておりません。まあその辺を、なんとか振っていければまたもっと上ね、目指していけると思いますので、次回以降、もっと、上目指して頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。